独立行政法人国立病院機構埼玉病院は埼玉県和光市にある医療機関独立行政法人国立病院機構が運営する病院である1941年7月20日に埼玉県新座郡新倉村に大日本帝国陸軍が白子陸軍病院として開設同年11月2日に移転した 陸軍横賀士官学校に関連して陸軍は新倉村と白子村の両村の全面積の約20%を買収しており、その一角に開設。1944年4月1日に新武大陸軍病院と解消。1945年8月に第二次世界大戦で敗戦となったため、すべての陸海軍病院は連合国軍総司令部の監督下に置かれることになった。 日本政府と連合国軍総司令部との交渉の結果、同年11月19日に厚生省に移管して一般市民の医療を行うことなどを条件に返還。なお、軍の施設で亡くなるものの当時体制いた昇異軍人の治療は引き続き行うものとされていた。これを受けて、同年12月1日に当院も厚生省に移管されて国立埼玉病院と解消し、 一般市民の医療にあたる病院となった。その後、敷地の一部を日本住宅公団に譲渡し、1966年10月に諏原団地が開設。1976年に厚生省が計画した救命救急センターを地元自治体などの支援を受けて招致したものの、全国で8カ所のみの指定となったことから実現しなかった。 そこで稼働率が低迷していた結核病棟を転用して代替施設の整備が進められることになり、埼玉県が補助金を出すとともに和光市のほか朝霞市や新座市、四季市が医療機器を提供することになった。こうした地元自治体の支援もあり、1978年12月に地域救急医療システムと呼ぶ事実上の救命救急センターを開設し、 地域の救急医療の中核を担うことになった。なお、2021年5月1日に埼玉県から救命救急センターの指定を受け、正式に救命救急センターを開設した。2004年4月1日に国立病院が独立行政法人国立病院機構に組織変更され、独立行政法人国立病院機構埼玉病院となった。 政策医療分野における小児医療、周産期医療、救急医療、緩和医療、ん等高度専門医療、感染症医療の基幹医療施設である。地域医療支援病院の承認を受ける。初心時に紹介状がない場合は5,500円が加算される。埼玉病院ホームページの交通アクセスを参照。ありがとうございます。